FM ギノワンのラジオを聴きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラ城のお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中にで精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と外離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方は夏実さん、はい、メンヘラ103 @gmail.com ローマ字でメンヘラ数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、本日メンヘラ城第91回の収録となっております。はい、はい、よ95へ。そうだね、もう100回まではもうあとわずかっていうところなんですけれども、本当よ本当よ、はい、ちなみにこちら2024年の6月、うん、最後の月曜日、うん、に放送されることになっておりまして、はい、はい、収録はまだ前半なんだけどね、最初の週なんだけど6月の、うん、本放送を聞きの方は6月24日の月曜日に聞いてるっていう形になるんだけど、はい、まあこれでね、言うたらもう2024年もう折り返し、うん、もう半分が終わるということになるんですけれども、え、半分が終わるの？そう、2024年ね。ああ、うん、上半身。いや、お前2021年を通して6月まで上半身って呼んでるの？違うよ、1月から6月までは。違うよ、下半身と上半身って7月からは下半身になるそうなんだけど、うん、ちょっと違った。ごめん、何だったっけ。あ、もう一個言い方あるじゃん。上半期とかね。それ上半期と下半期、それよ、上半期が終わります上半期を上半身って言ったの怖っ。違う、二分割できるものって言ったらそれぐらいじゃん。いや、だから今上半期もあるし下半期もあるだろもういいや、ごめんなさい、本当に、はい、まあ、なのでね、まあ、6月ももう終わって7月、まあ、夏になっていくわけですけれども、うん、はい、7月になったら何がやってきますかね、夏実さん。誕生日。夏実さんのね、うん、おいくつになるんでしたっけ。この番組でもたびたび言ってると思うけど、うん、はい、40歳。40歳になるね。40歳になる。でもなんか年齢いったらみんな驚かない、周りの人たち。見えないって。あ、うん、見えないって言われるけど、ありがたいことにね。うん、でもさ、もう白髪とかいっぱいあるよ。お家か、今日お家帰ったらちょっと白髪染めしようかって話はしてるんだけどね。すごい、白髪いっぱいある。見て、現実。はい、今日も、最後までよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。教えて、夏実先生。はーい。はい、こちらのコーナーでは、何でも知っている夏実先生への質問や、はい、お悩み相談、はい、あるいは夏実先生にジャッジしてほしいことなど、うん、とにかく夏実先生にズバッと解決してほしいことを、うん、メールであったりツイキャスのコメントなどでいただいて、夏実先生にビシバシご回答いただくコーナーとなっております。はい、はい、まあ我らが夏実先生であれば、はい、何でもお答えしますしね、できますし、はい、はい、まあ当然ね、うん、真面目な質問をいただいた際にはね、はい、真剣に真摯に夏実先生なりの考えとかさ、はい、思いを語っていただきますので、うん、本日も夏実先生どうぞよろしくお願いいたします。よろしく。はい、ドキドキキャラがなんかね、まだ定まってないんですよ、すいません。よろしくお願いします、はい、ドキドキね、助手の、私ケンタも、ケンタ C の、はい、お答えさせていただくかもしれませんということで、はい、はい、早速やっていきたいと思うんですけれども、はい、もしよろしければ皆さんツイキャスの方のコメントでですね、うん、夏実先生にちょっと聞いてみたいこと、教えてほしいこと、うんうん、解決してほしいこと、お悩み相談など、うん、どしどしお送りくださいということで、
今から受け付けてますよ。はい、よろしくお願いいたします。でさ、でさ、うんうん、あのあ、まあ、その間ツイキャスのコメント読んでいただいて、はい、あの、ね、みんなこんばんはって言ってくれてて、はい、あの埼玉の坊さんが、はい、なんだっけこれ何、埼玉の坊さんは、うん、上半期を、うん、上地雄介、うん、下半期を下田景樹って呼ぶ埼玉ですって、うん、本当かよ本当だよな、あの本当だよな、なっちゃんもあれだもん、上半身とか半身とかって呼んじゃうもん。あ、そうなの。2個に分かれてるもん。2024年の上地雄介ももう終わりかって言ったらなんかちょっとそういう人だ2024年の下田景樹に突入したなみたいな。うんうんうん、そうそう、そういうことよ。そういうことなの。うん、心の中で読んでるみたいな感覚じゃない。うん、うんうん、はい。で、奇跡の40歳ってありがとうございます。ありがとうございます。27かと思った。あ、誰が言ってるの。埼玉の郷さん。嘘、郷さん27には見えないでしょ。郷さん口がうまいんだからね、本当にロアさんは約10個違うんですねって。え、ロアさんおいくつなんだろう。あ、女性に聞くのはヤボか。うんうん、ねえ、そうだったね、ヤボ、うん、だね、うん、でさ、うん、僕と2歳しか変わらんのかって埼玉の郷さんが、うん、こ言ってるよ。郷さんは確か年下じゃなかったかな。郷さん年下じゃなかったかな。うん、年下。うんうんうん。あ、じゃあ質問が来ておりますので。来てるっぽい。はい、私の方で読まさせていただきたいと思います。はい、はい、2個下の、はいはい、2個下、おそらく2個下の埼玉の郷さんより、うん、質問です。はいはい、ナーチュー先生、はい、教えてください。はい、 Wi-Fi って目に見えますか。見えません。見えません。うん、それだと質問終わってしまうんだけどいいのか。見える方向で行った方がいいんじゃないか。大丈夫、大丈夫。見えます。ああ、見える。え、どんな形で見えるんでしょうか。フィーフィーってフィーフィー、なんか読み方変わってる。フィーフィーって見えるさ。なんなのそれほら、キムタクさんからもボケてってきたよもう、はい、ボケてってきた、はい、続けて、はい、同じく埼玉の郷さんより。おお、いいね、埼玉の郷さん。ナチュー先生、はい、教えてください。はい、巻き爪ってなんでなるんですか。巻き爪、はい、巻き爪、爪、足の指とかが多いかな、くるんって。ああ、巻き爪ですね、うんうん、あの巻き爪ね、うん、多分そうだと思うけど、あっちの、ね、もう一個の巻き爪あるんですか。あ、そう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 、あの巻き爪界にはいろいろあるからね、うん、あ、そうなんですか。そうそうそう、なんか他の呼び方があるとか。巻いてるね、爪みたいなねそういう言い方する人もいますよね。巻いてるね、爪、うん、ちょっと長めなんだけど、巻かれ爪とかじゃなくて、巻かれ爪とか、ね、巻く爪とかじゃなくて、され爪とかね。され爪はまた違うものだからね最近覚えたせ、なんかワード言うのやめてくれ。最近覚えたワードやなはい、続きまして、はい、沖縄大好きさんより。はい、夏美先生、はい、どうしたら戦隊、あのヒーロー戦隊かな、ヒーロー戦隊、ヒーロー戦隊のレッドになれますか。うん、ああ、それは、うん、うん、あのあれですよ、奪っちゃえばいいんですよ。何を。あの衣装それちょっと悪の組織の側じゃないの。あ、そうだね、そうだね。ちょっと待って、正義的なあれだよね、はいはい、政治的な、政治じゃない、政治じゃない、政治じゃない、正義的なあれだよねあれも政治絡んできそうだけどさ、戦隊も政治的な問題が絡む、政治的なあ、はいはい、あれね、あのあれだよ、あれ、あの赤い、赤い、うん、赤いのをいっぱい食べるトマトとかかな。トマトとか、あのし、もうさ、あれにしちゃえばいいんだよ、うん、好きな食べ物はトマトですみたいなちょっとこっち向けて。何レッド、はい、メンヘラレッド、あ、メンヘラレッド。マイクから外れちゃったよ。メンヘラレッドマイクが絡んで、うん、あ、かぶってたのね、ごめんね、はい、好きなものはトマトですって感じで、メンヘラレッド
そもそもオケナ大好きさんもメンヘラレッドにメンヘラメンヘラーズの、うん、ヒーロー戦隊ヒーロー戦隊かヒーロー戦隊だよ、ヒーローじゃなくて、沖縄大好きさんが驚いております。奪うの、うん、それヒーローのすることってそれね、ほんとね、前ねヒーローショーを子供たちの前でやった時にね、子供たちからも言われた自分がされて嫌なことはしないんだよみたいなすいません、先ほどの Wi-Fi の件ですね、うん、夏美さんが Wi-Fi って見えるっていうことに対して埼玉の郷さん、うん、Wi-Fi?オーヤンフィフィってオーヤンフィフィが見えるよオーヤンフィフィのさ歌何だった、どんな歌だった、時の流れに身を任せてとか、あれ違うか、フィ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 じゃないじゃん忘れたなあー面白い多分ね、どうやったら戦隊のレッドになれますかの質問に対してキムタクさんが答えてくれてます。まずカレーを我慢する、これ分かりますか、カレーを我慢する、うん、待って、なんで、待ってよ、ちょっと待って、なんで、ね、多分ね、もう多分だよ、ケンタさん、うん、ま、じゃあ助手のケンタ氏の意見を聞こうではないか。あ、じゃあそう、このキムタクさんのがなぜこの言葉を選んだかっていうと、うん、一番最初のヒーロー戦隊のイエローがカレー好きだったのよ。だからカレーが好きだと、うん、まずはレッドに選ばれないだろうと。カレーが好きだったら、あ、なるほど、はい、カレー好きはイエローに行くからだ、そうそう、イエローになっちゃうからまずカレーを我慢したらいいよっていうことだと思う。じゃあさっきのトマトですっていうのもなんか同じあれじゃん。あ、そうだそうだ、あ、ほら、キムタクさん、ケンタさん、あったりってきてる。あったりってきてる、うん、だったら、なっちゃんのさ、トマトを食べますっていうのもさ、あながち間違いじゃないんじゃない、なんで外れるの、キムタクさんからも、ラブイズオーバーってきてますよ、オーヤンフィフィ。ラブイズオーバー、ラブイズオーバーか。宮迫が歌ってるやつ。ウィフ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 ィだね、じゃあ。はい、続きまして、埼玉の郷さんより。はい。ナーチュー先生、はい、教えてください。はい、どうぞ。ケンタさんは前髪ワックスぐわーつけてるんですかってよく聞いてくれたつけてるんだよ、それはケンタ氏に聞いてみようつけてますよ、つけてます、はい、はい、お仕事行くときはね、比較的やっぱり寝起きで行くんでね、ワックスでちょっと、うん、寝癖をごまかして、はい、ぐわーつけてます、ぐわーつけて、しかも今日つけすぎたんやな、今日つけすぎた、ベタベタなっちゃうんで、だから仕事は、あとはさらに埼玉の郷さん、はい、はい、いいね、ありがとうございます。ナチュー先生、はい、教えてください。はい、メンヘラレッドはトマト、メンヘラグリーンは何ですか。メンヘラグリーンは、うん、ほうれん草よほうれん草、ポパイやんけそれもうポパイやんけ、メンヘラグリーンとかじゃなくてポパイやん、ポパイ、好きなものはほうれん草メンヘラポパイよそれグリーンじゃないよ、違う、沖縄大好きさんが代わりに答えてくれてるよ、はい、ピーマンって、ピーマンかピーマンか、あ、そっか、ピーマンっぽいな、でも埼玉の郷さんが、うん、いや今の戦隊もののイエローはウッチン、ウコン好きが多いはずよ、健康志向よっていい、ね、酒飲みだはずの、多分なイエロー、じゃイエローめっちゃ酒飲みなだ、ウコンの力めっちゃ使ってるかもしれんな、あ、ウコンの力でな、で立ち向かうわけだ、うん、悪に、うん、そうそうそういいね、ドリンクあれよ、あれ、敵は二日酔いみたいなそうでしょ、はい、埼玉の郷さん、メンヘラグリーンありきたりだなって、ほうれん草緑の野菜万内あるやしあるな、確かにな、沖縄大好きさんにから、うん、メンヘラブルーとメンヘラピンクは、ま、待てよ、メンヘラブルー、青い青い青い、うん、飴玉ダッサ一人ダッサ、なんか飴玉加えてメンヘラブルーメンヘラ
は好きなものを聞いてるんだよね今ね。そうよ、メンヘラブルー。だからメンヘラレッドがトマトでしょ、うん、トマトでしょ、メンヘラグリーンほうれん草でしょ、ほうれん草でしょ、メンヘラブルーとメンヘラピンクはよ、え、黄色がカレーでしょ、イエローがカレー、黄色は今のところウコンになってる。あ、ウコン、あ、そっか、ウコンになってんだ。だからブルーとピンクはブルーは、あの、あれさ、あの、やっぱり飴玉でしょサイダーの飴玉でしょサイダーの飴玉、うん、なんかそれだからピンクは、はい、ピンク、うん、ピンクはあの、うん、あの桜でんぷ、桜でんぷ、あんなボソボソしたのもっとなんかみずみずしいの食べさせてあげてよ、桃とかさ違う、あれはご飯と食べると元気が出るってなるんだよあ、でも郷さんが似たようなこと言って、うん、ピンクは着色料ってで、あとメンヘライエローは守護伝説好きかもってねえねえねえ、メンヘライエロー完全にアル中やないかいみんなメンヘライエローに謝れだからよ、あの郷さんがホワイトとブラックにも言及してるんですけれども、うん、夏美さんがはあのメンヘラホワイトとメンヘラブラックは何が好きだと思いますか。ホワイトは白いご飯か、うん、ホワイトチョコレート、ホワイトチョコレート、ブラックはもうブラックチョコレートかブラックコーヒーさ、ブラックコーヒー、うん、もっとなんかトリュフ、黒いブラック金かかるな、なんかトリュフやだな、でもそんな感じじゃない。あ、そう、ホワイトはなんだっけ、今なんて言った、白いご飯と、うん、あの白いホワイトチョコそうなの。あ、でも郷さんはブラックがイカスミ汁、それもあのうちなブラックとかじゃないの、それ。あ、もうほんとそうじゃん、うちなホワイトは回すって言ってるもん塩分硬いなるな、なあ、うん、回すきたか沖縄大好きさんが、うん、じゃあ埼玉の郷さんはシルバーは砂利とか言ってるんだなんかひどくないシルバーの扱い、シルバーか、シルバーなんだろうなでそれに対して沖縄大好きさん、うん、みんなどんな戦隊よ、公式のスーパー戦隊もびっくりだわと言っています。あ、はい、面白い質問だった、ありがとう、はい、本日もありがとうございました。はい、はい、ではちょっと短くなるかもしれませんが、楽曲紹介の方いきたいと思います。はい、はい、でこれの本放送がね6月24日ということで、うん、もう梅雨も明けてるだろうということで、うん、夏らしくなっていけということで、うん、懐かしの僕が好きだった曲、好きな今も好きな曲を紹介したいと思います、うん、もしかしたら流したことあるかもしれんけど、いいんじゃない、まあいっか、ホームグロウンでオアシス、どうぞお聴きください、うん、武蔵さんの呼んで、武蔵さん、うん、ありがとうございます。夏美さん、健太さん、リスナーの皆さん、はい、こんばんはっしょい、こんばんはっしょい、ラジオ収録&生配信お疲れ様です。はい、ありがとうございます、お疲れ様です。武蔵さん、どーん、はい、ありがとうございますね、本当だ、みんなどんな戦隊よって言って沖縄大好きさん笑わせてもらいました、はい、面白かったね面白かったってロアさんも言ってるね、あ、本当、よかったよかった、ありがとう。埼玉の郷さん、戦隊物の博士は、うん、わしたうちな県産品踊っているどういうこと、わしたうちな県産ピンだろ、県産ピンか、うん、なんか CM の合間にやるやつあ、大好きさん、沖縄大好きさん、大好きさんって言いました沖縄大好きさん、はい、ゴレンジャーもびっくり、そうそう、メンヘラ戦隊、メンヘラーズ、そう、実はメンヘラーズっているんですよ、そうそうそう、ね、僕らがね、あの、うん、劇でちょっと演じさせていただきまして、そう、僕らっていうか、僕らが劇でやってるんですよ、そうそう、そう、レッドは何だったっけ、何レッドだったっけ、ね、うん、レッドは、うん、レッド忘れたな、レッド、統合失調症レッド、統合失調レッド、統合失調症レッドだったっけ、統合失調症レッドがレッドで、ブルーが躁鬱ブルー、躁鬱ブルー、こう落ち込んでる、躁鬱ブルーで、グリーンが複雑性 PTSD グリーンで、イエローが、イエローが、あの、ん、イエローは、
LGBTQ 絡んで買った。違う違う違う。イエローは、うん、あの感情イエローだよ。あ、感情。感情障害イエロー。感情イエローか。そうそうそう。でピンクが、うん、乖離性ピンクってやつだ。あ、そう。乖離性ピンクだね。乖離性ピンク。ちなみにピンクはね、あのマスクしか被れません。マスクしかピンクじゃないの。なぜかっていうと、もう大体わかるよね。わかるよね。皆まで言わせないよ。そうそう。ちなみに夏美なんだけど。皆まで言わせないよ。皆まで言わせないよっていう顔しか入らないっていう。言っちゃった。レッドはチーリチ。チーリチって何？チーリチ？チーリチ。チーリチって言ってからチーが入ってるやつ。ヤギじゃなかったか？違う、ヤギの豚だったかな。あらまあ、うん、怖いな。いいね。あ、今さ、うん、あの戦隊ものってさ、うん、なんかピンクとイエローはスカート履いてる、うん、まあ女性だった場合は基本的にスカート履いてるかな、うん、どうなんだろう。いや、今の時代に配慮してまたちょっと変わってるんかな。ああ、そうだね。その可能性もあるよ。ね、でも全員なんか統一してるかもしれない。うん、そのうちレッドがスカート履き出すとかさ、男なのに。ああ、出てきそうじゃない。それでもいいかもね。うん、血のパンかもなって。やだな。普段着やんけ。普段着戦隊だろ絶対それ。ね。じゃあ、はい、そろそろ入っていくよ。はい、はい、メンヘラジオエンディングでございます。ごめんなさい、僕のマイク間違えてましたね。はい、はい、メンヘラジオエンディングです。はい、はい、ありがとうございます皆さん、はい、第91回の収録、教えて夏美先生のコーナーいかがでしたか。皆さん、でしたか。夏美さんはどうでしたか。あのね、楽しかった。楽しかったね。うん、あの、うん、個人的に、はい、あの楽しかった質問もあってよかった、みんなよかったけど、うん、ゴーさんね、ゴーさんの畳みかけるように広がって質問いただいたおかげでお話が広がっていってね、うん、うん、とっても楽しかった。まあ、そうそう、みんなどん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 こんな感じで全然構いませんので、もう視聴者でいいのかな、視聴者参加型コーナーなので、うん、皆さんのご協力ありきでこのコーナー成り立っていくし、うん、この存続もね、うん、あるなんていうのかな、決まるので、うん、はい、まだ一応プレの段階ではあるからな、まだ夏美先生のキャラが定まってないから。夏美先生のキャラはこんなで分からんけど、こんなだよって言ってもこんなだよ、うん、なんてそれ今ラジオだからね。あ、そうだね、ラジオだね。、はい、なので、今後もね、ぜひ、はい、ご協力いただけたらと思います。はい、メールでもね、うん、教えて夏美先生に関してはのコーナーに関しては、うん、常にね募集してる形なので、あ、そうですね、うん、夏美先生の質問をねバーってなんていうのかな、 A4 1枚ぐらいにまとめて送ってくれればそれを読ませていただいたりも、その中から選んでから、はいはいはい、選んでから。あ、じゃあメールアドレスもう一回言っとく。あ、メールアドレスもう一度じゃあ、はい、はい、メンヘラ103@gmail.com、はい、ローマ字でメンヘラ、うん、数字で103@gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、で、そうね、メンヘラトークの方も引き続きやっていきますし、うん、教えて夏美先生もね、なんか、はい、今日に関し今日もね、夏美さんも楽しく習得できたようですので、できました。今後も継続してやっていければと思いますので、うん、はい、先ほども申し上げましたように、はい、メールでね、ご投稿いただいてもいいですし、はい、直接ツイキャスでね、うん、質問を投げかけていただいても結構ですので、はい、どんどん、今後もねご協力
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ではツイキャスみんなで夏美先生を育てましょう。はい、育てあげてください。はい、ツイキャス来てます。はい、読んでください。お願いします。はい、じゃあ埼玉の郷さん、はい、ジーンズのレッド、ハーフパンツのブルー、ラフダンギ戦隊のノーパンのグリーン、ノーパン捨ててこのイエロー、レギンスのピンクって来てます。レギンスのピンク、なんかもう林家パーコがいるんだろう、その中に絶対。ノーパンいるぜ。ノーパン絶対がいる。普段着でもないし、普段全裸生活してる人でしょ、お家の中で。おかしい。上がなそれぞれ何着てるのか逆にまた気になるわ。いや、上はもうその色の着てるんでしょ。色の何？戦隊の服さ。あ、下半身だけ。下半身だけじゃないの？違うの？まあまあ、はい、そろそろ終わります。はい、お薬飲んで寝ろ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。